ちゃ。こんにちは。はい。佐豊さん。大変なこと。そうです。鈴木誠也選手が侍ジャパン辞退を発表ということで。そうだな。確定、辞退が確定ということになりました。まあ、シーズンもあるしね。もちろん。メジャーとの契約もあるし、はい、それは無理はできないもんな。だから、これはもう仕方ないよな、怪我だからな。そうですね。うん、ここはもう仕方ない。となると、ここからはもう休5で。まあ、それじゃなくても外野手手薄だったんだけどな、最初から選んでたのが。そうなんですよ。レギュラーで決まってたメジャーリーガー3名プラス周東選手が一応まあ外野、まあまあそうだね、という。ただまあレギュラーというよりもやっぱこうここ1点っていう時の、うん、はい、まあ、選手だよね。だからなかなか、まあ、鈴木誠也、ヌートバー、吉田正尚、はい、これはもうレギュラー固定だったと思うんだけど、はい、栗山監督の中ではね、うん、1枚抜けるとこれまた大変になるよこれ。そうですよね。で、今まあ外野手でいるのがあと近藤選手、はい、近藤健介選手、それから周東選手と岡本選手も守れないことはない、まあ、うん、ただ大事な試合で、はい、まあ、例えば準々決勝、準決勝とかで岡本をレフトに使えるかっていうとさ、ちょっと怖いことはあるよね、はい、やっぱ、まあ、内野手だからさ、内野手専門で使ってあげたいよね、はい、だからそういう意味では、まあ、手薄っちゃ手薄だけど、その中で近藤が調子がいいんだよね、はい、そうですね、本当に調子がいい。だからまあ頼りになるんだけどもさ、はい、だからここら辺を使っていってサポートメンバーというかサブメンバーを誰か選ぶか、それともレギュラーとして呼んで、はい、こんちゃんを切り札にするかとか。今だと吉田正尚選手のいわゆるサブ的なものが近藤選手っていうふうに、まあ、言われてたよね、うん、言われたけど、うん、まあ、外野手の誰があれしてもね、はい、サブメンバーの一番手だと思ってたんだけども、うん、はい、これがやっぱこう昇格するかも、ね、そうですよね、うん、だから近ちゃんキャッチャー出身だから、はい、肩はそんなに悪くないんだよ、うん、ただやっぱこう脚力と守備ということを考えるとさ、はい、ちょっと心もとない部分はある。ですよね、うん、でセンターっていうポジションになってだからセンターっていうのは、はい、ヌートバーが肩強いんだよ、はい、で守備もうまいんだよね、うん、だからこの選手をライトって考えるとセンターはもう守備範囲と足、はい、うん、これを考えて選出するかだよね。ヌートバーセンターセンターって言ってるけども、はい、ヌートバーライトもできるからね。そうですよね、肩もいいし、はい、だからまあ、そこら辺はなんかこう流動的でいいのかなっていうふうには思うけど、うん、そうだな。だから誰を選ぶかって言ったら近本、結構今紙面でそう言われてますね、まあ、そうだね。右が欠けたから、はい、まあ、右でもいいなとは思うんだけど、やっぱこのソフトバンクとの強化試合、はい、でやっぱ感じたのはやっぱり日本の野球っていうのは足を絡めた方がやっぱこう動きが出てくるし、はい、こうリズムに乗ってくるというか、まあ、点を取るのに意外と楽に点を取れる、まあ、楽ではないけども意外とこう打つのを待つんではなくて、はい、やっぱ仕掛けて取っていくっていう方がだから日本の野球っぽいしね、はい、だからそれはもちろん長打がポンポン出れば、うん、それに越したことはないけども、はい、まあ、そんな簡単なピッチャーはいないと思うしね、うん、まあ、それだったら足っていうことを考えるとやっぱ近本とか、はい、これ塩見が元気だったらさ、右で肩も強くてね、はい、っていうんだったら塩見でも俺はいいと思ってたんだけど、なんかキャンプの中盤ぐらいから怪我でファームに行ってるしね、はい、ここら辺は怪我の状況を今おそらく調べてると思うけど、まあそれは無理させないよね。そうですね。で難しいのはさ、みんなこう漏れた選手っていうのは、うん、3月31日に照準を合わせて、はい、あんまりピッチとしたらそんなに上がってないと思うんだよね、はい、まだね1ヶ月あるし、だからここら辺の調整度がうまくいってる人がいいよね、はい、そうですよね、うん、でまあ一番こう紙面出てるのが近本選手やはり、はい、でまあ鈴木誠也選手とはタイプは違うけれども、やっぱりその脚力、はい、足でかき回す、はい、でもちろんヒットも打てる、で、はい、守備もっていうことを考えると、まあ、一番手候補、近本がね、はい、近本選手、はいはいはい、あとは広島の西川選手も名前が挙がっています、まあ、西川もバッティングという意味ではさ、はい、
ああいうタイプって、まあ、天才型みたいなタイプって、うん、よし試合があるから上げろって言ったら、はい、ポンと上げれるタイプなんだよね多分、うん、はい、だからバッティングに関してはいいかもわからないけども、やっぱ守備と足っていうことを考えると、はい、あのねバッティングってそんなに考えてないと思うんだよ。やっぱ守備と足を考えたとしたら、はい、やっぱ近本かなっていうふうには思うんだよね。あ、ちょそこだとこう一歩引い出てるのは近本選手の方がやっぱり、まあ、そうだね。で近本をセンターに置いておいて、うん、ヌートバーをライトっていうこともいいし、そうですよね、うん、まあ西川もバッティングは使えるけどね、はい、いいけどね、うんうん、だからまあ候補の一人ではあることは間違いないと思う。なるほど。で、まあ、近本選手も西川選手も左ってなってくる、うん、でそこで出てくるのがあとは日本ハムの松本剛選手も、ああのちょこっと名前も出てます。あの松剛は、はい、これ意外と知られてないかもわからないけども足速いからね、あの子。あ、そうなんですね。いやいや、盗塁もできる足あるんだよ、はい、だから目立ってないけど、まあ松郷も三拍子としたら揃ってる選手だよね、はい、でもいきなりあのメンバーの中に入って調整がうまくいってるかいってないかっていうと、はい、どうなんだろうっていう、まあ、まあ、日本ハム の、 あのキャンプとかもテレビ映像とかで見てる限りではまだ上がってないね、松本のバッティングはしてないね。まあうまさはあるけど、はい、やっぱあの首位打者取るぐらいの、あうまいなっていうバッティングは見せてるけども、そこまでキレがいいかとか、うん、まあ、そういうことを見てると、まあ、そこまでではないね。だから本来の松本選手のバッティングはまだってことですよね、うん、やっぱで日本ハムで選ぶとしたら矢沢だよ。矢沢なんか面白い。矢沢バッティングも使えるし、うん、左ピッチャーがなんかちょっと調子が上がってこないんだよね。そうなんですよね。松井とか松井裕樹とか高橋奎二投手、まあ、高橋奎二は変化球はいいんだけど、はい、マスが抜ける傾向にあるんだよね、はい、だから変化球で抑えてるけども、うん、それ考えると矢沢なんかは二刀流で大谷の下に置いて、はい、一緒に練習やらせてたらいいんじゃないのかなってルーキーで思うけどね。ルーキーで大抜擢、ね、いやいや、それはね西勇輝から、はい、ね、あのいきなり初球ホームラン打ったりだとか、まあ非凡なものは見せてるし、自分で言ってるから伸びしろあるってすごい、いやすごいんだよ、すごいですよね。いやだから矢沢なんかは日本ハムで言えば絶好調の人。あ、そうですか、うん、で肩は強いしな。まあそうですよね。そう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 、何かあった時ね途中もっていうのはありますよね。そうそうそう、まあいきなりはないとは思うけど、はい、でも松郷そうだな、まあチャンスはあると思うけど、ね、そうですよね。ただやっぱり外野手が欲しい、もちろんもちろんもちろん、あのトースポさんに出てきた、はい、出てたのが中田翔選手ワンチャンあるんじゃないかって記事が、はい、中田翔はね、はい、その内野手が欠けたっていうんだったらありだよ。ただやっぱ外野を守らなきゃいけないっていうことになってくると、はい、ちょっとこう難易度は上がるけどね。ただ中田翔のバッティングは今年はやっぱりいいよ。そのキャンプとか見てても、ああいい、で意識が全然変わってるから、うん、だからこれは中田翔は面白いと思うけど、内野で外野ができるって岡本を持っていくぐらいしかないわけだよね。そうなんですよね、うん、そしたらファースト限定ってなると、うん、そうだな、ファースト余ってますよね。マキもいるし、はい、まあ、鉄人もいるし、はい、まあ、中野セカンドを持ってきて、うん、まあ、マキか山田をファーストにするっていう構想も多分あると思うんだよね、そこら辺では、ね、あと山川選手もファースト、あ山川もいるんだ、そうなんです。そうなると、そうなるとやっぱ選べにくいよな。そうなんですよね。ってなるとやっぱり外野手っていうのはだから岡林、まあ、今年ね、はい、中日のね、はい、まあ、そんなにはちょっと上がって調子は上がってないとは思うんだけども、あの子のやっぱこう守備、肩、うん、これはやっぱり一級品だし、そうですね、うん、だから、まあ、足も使えるしね、うん、でもバランスが取れてる、やっぱ精度が高いっていうのは、うん、肩抜きで言えばバッティングと足っていう意味では近本かな。一番候補にやっぱ近いですよね、うん、塩見がね選ばれたくてしょうがなかったんだよ。あ、そうだったんですか。あで坂口に、はい、昨年引退したものすごいいじられてたけどねWBC 頑張らないとね、いや選ばれてないってとか、あの
もう本当に行きたかったんだよ、やっぱりね。やっぱそうですよね、うん、あいつも運がないね。だってここで怪我してしまう。そらね、あの塩見がいたとしたら近本といい勝負だったと思う。まあ、そうですね。でもいなかったらもう近本一本かなっていうような気もするけど、ね、まあそんな感じですよね。でもこれ、ま、でも岡田監督はいやもうちょっとやめてくれと今からって、それもありうるよ。まあ、岡田監督は多分そんなことは言わないとは思うけどね、うん、ただやっぱこうチームの状態だとか、うん、あの調子だとか、うん、で今から行って調整させなきゃいかんとか、うん、早急に仕上げなきゃいかん、うん、大体3月31日に仕上げようと思ったのが、はい、もう前倒していかなきゃいけないってなるとちょっと待ってくれと、うん、もう今更やめてくれという可能性もあるよね。そうですね、そこはもうチームが、うん、多分ないとは思うけどね、ないとは思うけど、まあ 5% ぐらいはあるかもわかんない。まあそうですよね、うん、まあ、日本のためにっていうのは岡田監督も多分出し惜しみはしないとは思うけどもね、うん、これってもう今週中に決まることですよね、きっと。そう、中日戦だったりとか阪神戦とか他にもあるので、ね、急いでもう里輝もいいんだよ、今年バッティングは。あ、ただ、まあまあ、そうか、内野手ことサードにしてるでしょ。そうなんです。いや、ライトで使いたいって言ったらもう阪神、いや中野はセカンドだっつってんのにさ、ショートで選ばれて。そうなんです。で里輝、いやいや内野手だっつってんのにライトに持っていかれるとさ、またおかしくなっちゃったら困るから。そうですよね、いい選手を抱えてるのは困るね。そうですね、阪神さんなんで。そうですね、いや本当にあのサトテルっていうのも今年ね、うん、ものすごくあの期待しできるバッティングしてるしね、はい、あのパワーとか、うん、で足も速いからさ使えるんだよね、うんうん、だから、ね、サトテルとかもいいとは思うんだけど、まあ、コンバートの影響で、はい、これがライトっていうんだったらチャンスはあったけどね。まあそうですね、センターとなってくる、なかなかやっぱ難しいよな。そうで、鈴木誠也選手が抜けることでまた打順も変わってきますし。全然変わる。で、近本選手がもし選ばれるとすると、また打順が鈴木誠也選手と同じ打順とはか、ね、いや、それは無理無理。だってクリーンアップを考えてたから多分。そうですね、3か5っていうことです、うん、まあそうだね、うん、3か5そうだね。ってなってくるとまたここから、うん、やっぱ計算は狂うよな。ですよね、うん、でも計算狂ったからといって、はい、弱くなるとか、うん、ね、いや優勝危ういとか、はい、そんなことは全くない、うん、大丈夫大丈夫、うんうん、これは大丈夫、うん、それはもう投手陣が違う。あ、ねえ、言ってみろお前、バンバンバン行くから。すごい。ちょっとボールは抜けてるけどね、まだね。やっぱりそのね、公式球っていうのが WBC の、まあまあそうだね、うん、滑るっていうのはあると思うんですけれども ね、まあ、ね、まあまあでも、はい、まあ近本かなっていうふうに、うん、まあ思うよ。そうですよね、うん、しかもそのソフトバンク戦との戦いを見てると、やっぱり周東選手だったり中野選手、やっぱ足がある選手っていうのがすごく点数に絡んでくるっていう。そうだな、やっぱね、膠着状態があると思うよ。やっぱ緊張もしてる、ゲームが動かない、両軍ピッチャーがいいってなるとなかなか点取れないから、はい、まあ、そうなってくるとやっぱこう飛び道具っていうかさ、うん、まあ、足というか、はい、まあ、そういうものがやっぱ効いてくるよね。そうですよね、うん、ってなるとやっぱりね、そういった選手を選びたいっていうのだからもうね、もう分かった、もう近藤でいい、近藤使う、ね、うん、近藤、吉田、ヌートバーで行くっていう風になってくると、ロッテの和田とかね、もうスペシャリストを2人置いとくっていう、お足の、はい、これ2人ランナー出たらくっちゃくちゃにされるぞお前もう、ね、本当にそうですよね。だね、足の速さっていうのはね、やっぱ相手のミスを誘発するな、ね、バッテリーとかピッチャーキャッチャーも、うんうん、だからまあ高部っていうのもね、あ、まあ、昨年パ・リーグの盗塁王だけども、はい、まあ、そういう可能性があるというね、うんうん、だからやっぱ足だな、やっぱりな。そうですね、鍵となるのは、はい、ね、ということで、豊さん的にはやっぱ近本選手が一番近いかな、まあ、第一候補かなっていうふうに思うところですね、はい、はい。